この冬は各地で記録的な暖冬となりました。気象庁は先ほど、去年12月から2月にかけての冬の天候のまとめを発表しました。寒気の流れ込みが弱かったため、全国的に気温は平年を上回り、東日本、西日本では1946年に統計を取り始めてから冬の気温としては最も高くなりました。関東では前橋市や熊谷市などで冬の平均気温の最高を更新しました。また降雪量は日本海側を中心に平年よりかなり少なく、北日本、東日本では1961年に統計を取り始めてから最も少なくなりました。特に東日本では平年の10分の1以下と記録的に雪が少ない冬となりました。一方、太平洋側では低気圧の影響を受けやすかったため、関東甲信では降水量が平年より2割ほど多くなりました。確かに皆さんの体感的にもこの冬は暖かかったなと思っている方多いと思うんですが、でもこの暖冬で冬物衣料の売り上げ不振、または多くのスキー場で深刻な雪不足となるなど、冬のレジャーにも深刻な影響を及ぼしたということです。